Welcome to my YouTube! こんにちは、森ひかりです。今日は、この青空の下でタイダイ作りに挑戦したいんですけれども、今日は普通のタイダイではありません。藍染めタイダイに挑戦したいと思うんですけど、そこで今日はスペシャルゲストに来ていただいています。藍染め職人の風間幸三さんです。風間です。今日はその藍染めを勉強しながら楽しくタイダイ作りをやりたいと思いました。そうですね、お願いします。お願いします。事前に風間さんからどういう素材のものが染められるかっていうのを事前に聞いていて、 100% 天然のものがいいんですよね。天然素材、それが、例えば 100% 綿、 100% 麻、あと 100% 絹、うん、ウールの、じゃあ今日私のご紹介を受けました。このタイミングで申し訳ありませんけど、私のすごく仲いい友達のあやです。あやはすごい、なんだろう、私本当にあやのインスタグラムでよくファッションとかチェックしてて、あやにすごくこうおしゃれだったりファッションのコツとかも結構頻繁に教えてもらっていて、なんか合わせ方だったりとかアパレルをずっとやってたので、あやには今日はファッション目線でもいろいろちょっとお話を聞きながら一緒に楽しんでタイダイ作りに挑戦したいと思います。家にあった 100% 天然素材のものだったり、あとシミになっちゃったもの、シミがついちゃったものだったり、そういうのをちょっと集めてきたので、ちょっと風間さんにこういうのはどうかなっていう、はい、一応これがですね 100% 結構長い間使ってて、もうそろそろちょっとなんか気分転換したいなと思ってた枕カバーで 100% リネン、だからちょっと染まれるかなと。大丈夫ね。これ2枚あるから、もしあれだったらあやもこれ染まってて、とあとはこれちょっと1回洗濯したら後ろのこういうのが取れちゃって、これもなんかもったいないから、なんか捨てちゃうんじゃなくてちゃんと使いたいから取って、藍染めしたら可愛い T シャツになるかなと思ってこれを選んでみました。じゃあ模様作りはどうやってやるんですか？模様作りは藍染めって液の中に入れて外に出した時に酸素に触れると発色する。それなので布を酸素に触れないようにするところを作ると、そこが発色しないために模様になるんです。一番最初の最後に、だから例えばゴムで縛ったり紐でこう布を塗りながら縛ったり、あとは折りたたんだりしてもらうと。ああ、なるほど。あと枕カバーみたいなのを丸める、なんかこういうことですか？そうすると全部丸めると一番外側が一番酸素に増えるんですよ。で、一巻きずつ酸素が減ってるのでグラデーションみたいな。ああいいね、それいい、グラデーションいいですね。グラデーションより、じゃあ早速ステップ1、模様作りに入りたいと思います。こういう輪ゴムとこういう紐、あと何が必要ですか？この段階ではあとはこうねじったりとか畳んだりとかっていう場合は、これを使わないで作る模様になります。じゃあもう基本的にはこれだけで OK です、じゃあステップ1始めたいと思います。模様作り、こうやって、こうやったのをこう輪ゴムで、あ、はいはいはい、っていうのもできます。オッケー、じゃあそっちの方が綺麗だね。簡単やん。それストライプ？これストライプ。こういう感じで。簡単？うん。裏を持って裏を。どんな感じになるんだろう。楽しみ。
こんな感じで、うん、じゃあコットン三つですか？4つ三つ、納豆、納豆みたい。そうだね、そうだね。これで、それが、これがストライプ、それがストライプ、ストライプ。じゃあこれはグラデーションで、これギュギュッとやんなきゃいけないんですか、それともそんなに関係ない？ギュギュッとやった方が多分ギュギュッと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 。輪ゴムすごい使いたがる。輪ゴムを使うとここはね、線になる。そうなんですよね。あ、じゃああんま可愛くないか。そう、グラデーション。そうだね。そうだね。じゃあやめとこう。線があるグラデーション。すぐ輪ゴム使いたくなっちゃう。なんで？オッケー、じゃあこれはオッケーできた。こういう。もっとどん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 。すごい。なんかそれが難しい。はい。決して適当にやってるわけじゃありません。じゃあこれでプロセスは模様作りが終わりました。次ステップ2。染め。染め。いよいよ藍染め。藍染めです。はい。じゃあ藍染めの、あ、ちょっと。いきます。オッケー。行きましょう。行きましょう。ステップ2。染めに入りたいと思います。ということで、はい、今場所を変えて、こういうゴム手袋。ゴム手袋。用意して、これをバケツに染めの藍染めの液が入ってるんですね。入れてみよう。わーお、真っ黒。黒く見えるんですよ、うん、で、この中でさっきのスクモっていうんですけど、藍染めの原料が合して、うん、微生物たちが頑張ってここでまさに、で発酵がなんかさっき言ってたのが、発酵がうまくいくと、この紫色の膜ができる、うん、これをかき混ぜると、藍の話で特に言う泡ができるんですけど、かき混ぜないと膜だけだと思うんですけど、で、この中底をスクモがつかないようにするために入れます、うん、入れます。なんかぬるま湯、ちょっと温かい、発酵してるからか、あの温度を20度以上にする必要がある生物たちだから、最初に作ったのは温かいステップ2の染めに入るときは必ずこういうエプロンをつけて、ゴム手袋をつけて、でゴム手袋をこういうふうにゴムでしっかり留めて、そう、手にいっぱいつくとこうやって風間さんみたいな手になります。本当職人の、職人の、でもこれはすごいかっこいい、うん、羨ましい、こういうネイルとかしたいもん。じゃあ早速ステップ2、染めに入りたいと思います。じゃあゆっくり。キーポイントはゆっくり。ゆっくり。そうです。ゆっくり。じゃあやってみましょう。瞑想な気持ちでちょっとゆっくりと、ゆっくり。全部微生物が一生懸命働いてる。緊張する。オッケー。選手入場。エントリーナンバー1番、ストライプ。縛り光。縛り。エントリーナンバー2番は縛りです。ダブル縛りです。ダブル縛り。こういう感じでいいんですか？あ、入ってます。そうそう。それで全部入れて、入れたらば上に出てこないようにして。
ってこうやって端から端までこう揉んでいってください。これもゆっくりね。あ、もうちょっと早くてもゆっくりの度合いが。あや、遅すぎだよ。いくらなんでも。じゃあ3分経って揉み終わったと思うので、ちょっと引き上げたいと思います。いきます。え、緑グリーンっぽい。これ黄色と青のどっかの中間の色なんです、これ風間さん的にはどうですか、色合い。すごくいい。いや、嬉しい。広げると、広げた分あ、本当ですか。気持ちいいね。気持ちいい。おー、すごい広がってる。うん、出ました。なんかいろんな、なんか良さそう。シワの感じが出てる。よし、こんな感じで、ね、発色しましたね。はい、ね、開けた時と色がちょっと変わりましたね。最初緑だったのがだんだんブルーになってきた。これが酸化して発色したところ。なるほどね。これをまた入れて、この作業を繰り返して濃くしていく。はい。ちなみにこの風間さんが着てるやつは何回ぐらい？これは多分6回から7回とか。もうめっちゃ結構濃いの。濃いの。今2回目の染み込み作業に入りました。でこれ、この作業をだいたい5回ぐらい5回ぐらい続けていくと、どん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 レイヤーが入っていって濃くなっていく感じ。じゃあここからもう作業です。集中します。そう、5回染めが終わりました。最後ですね。最後出します。お、だいぶ濃くなってきた。いいね。お、いいんじゃない？空気に触れてないところあるかな、ちょっと心配だけど。あ、大丈夫ですか。外側は全部大丈夫。内側どうなってんだろう。めっちゃ楽しみなんだけど。よし、じゃあこれ結構よく絞った方がいいですよね。じゃあゆっくりと。はい、ゆっくり。そこ映ってる。イエーイ、嬉しい嬉しい。枕カバー可愛いね。これ可愛いね。できたね。できた。え、これだけですか？これだけ。え、これだけです、ね。これで、じゃあもうあと乾かすっていう感じですか？あの、もうちょっと水をちゃんとやって。あ、オッケー。じゃあ水もう一回これに。水を変えて、水を変えて、こういう色が出なくなるまで、はい、ちょっとすすいで、うん、で一番最後にぬるま湯で、40度くらいのぬるま湯ですすぐと、水が落ちなかった余分な色素が落ちる。おー、かっこいい。
っこいい。うわ、後ろは後ろの長い、ね、これは、あ、パーシュか。あ、ちょっとこれの、え、これ剥がしたら多分なってるね。あ、この矢印が出てる。うん、できてる。かわいい、このまんま。え、じゃちょっと、持ってきてみようか。あ、ところでもうほぼほぼ完成ですね。出来上がりました。出来上がりました。めっちゃ楽しかった。結構なんかシンプルだし、うん、なんかあっという間にできちゃった。そうですね。でなんかしかもそれぞれこれはストライプ、ストライプでやったやつ、こんな感じ、うん、めっちゃ好き、うん、めっちゃ可愛い、めっちゃ好き。T シャツはどうですか？ T シャツも T シャツすっごいかっこいいね。いやー縛ってやったやつ、うん、いやめっちゃいいね。お花みたい、 いい。ちょっと渋くて、うん、可愛くて、感動した。いいね。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ藍染め大大成功。